モニターには銃弾が映り込むわけなんです。でこれを見つけた X 線の検査官は何をするかと言いますと、私の荷物をこのように開けて中に銃弾があるかどうか調べる。そしてあたかも銃弾を発見したかのように振る舞うわけなんですね。でこの際にすごいリアクションですね、加藤さん。でこの際にですね、通報されたくなかったらお金を払い、賄賂だ、口止め料を、請求してくるというこういった手口が今フィリピン全土の空港で、あるということなんです。で実は今年に入ってですね、もう30件ほど被害の報告があるということで、実際日本人の被害者というのもいるそうなんですね。で20年ほど前からこういった犯行の手口があって、もう告発というのも何度もあったそうなんですけれども、一切明るみにならなかった。なぜかというと、もう空港職員も X 線の検査官も皆さんがグループでやっていた可能性があるので、明るみにならなかったということなんです。それを何、やられないようにラップで荷物くるむわけ、現在、そうくるむしかないということなんですけれども、かなりですね、泣き寝入りするケースが多いということで、なぜかと言いますと、口止め料を払わないと、逮捕されてしまったり留置場で拘束されて非常にこう、面倒なことになると。それならばもう口止め料を払おうということで、泣き寝入りする方が非常に多いということなんですね。で、このラップぐるぐる巻きのですね、サービスというのは、このフィリピンの空港に限らずですね、実は羽田空港ですとか成田空港をはじめ世界中の多くの空港で受け入れられていまして、値段は数百円から数千円、窃盗防止のほか荷物の保護などにも活用できます。ちょっと待って、これ空港にこういうラップをくるむような場所があるの？空港によってはですね、こういったサービスをしているところもあります。これ有料なんですか？有料ですね、もちろん、例えば、スーツケースの中のものを盗まれないようにしたりです、そういった防止策のために、こういったラブサービスをしている空港も世界中では実際にあります。障害者自体に訴えた方がいいんじゃないですか、職員グループだったらね。実際フィリピンではですね、APEC もあるということで、昨日から、こういった、捜査を始めたのではないかという、そういった、報道もあるんです、ね。今ただトランクを乗せる場合って原則鍵かけないじゃないですか、鍵かける場合は全部共通の鍵で開けられる、指定された鍵がついてるのだけダメだ。これじゃ鍵も開けられないじゃんね。でもこれはでも長く切って開けられるから OK ってことなんでしょうね。鍵でじゃないからっていう。鍵切れますからね。切れていくの怖い。でもいかがわしいものをこれで運ぼうと思ったら逆に運びやすかったりするかもかもね。実際氷川さん、これフィリピンのみならず世界中でも、こういった被害のことがあると。今回観光客の方が SNS でこういった被害に遭ったのを挙げまして、それを海外メディアが報じて、大きく取り上げられたということですね。どうかしてほしいな。写真が通り、さて、埼玉県入間市の公園で発見された矢のようなものが刺さったカモの